先ほどですね、女方が緑神経の緑花を、鉢から開けてましたけど、こんな感じですね。全部で15ポット開けました。まあ一番子がこんな感じになってますね。これはですね、用途です。いやでもこれが藤砂が上にかかってたのが混ざっちゃって、鉢の中はですね、ベースとなるのは鹿沼土です。鹿沼土に山苔が2割ぐらい入れてありますね。鉢は本当にこの2号ポットです、2寸ポットですね。でこれを使いまして、黒っぽいこれは藤砂です。これは上に水くれた時に土が浮かないようにかぶせてあるっていうだけなんですけどもね。基本となるのはこの鹿沼ですね。鹿沼の小粒、多少大きめの粒が入ってるのはこれは鉢の底に、まあ、薄く1センチ程度敷いた時の底石だと思います。これずっと花子水耕栽培にしてました。群馬の館林だから本当に暑い場所ですけども、それでも十分こんだけ大きくなってますね。まあ、2番子はこんな感じですけども、みんな柵大きさにはなってます。まあ、こんな感じで用土と管理の仕方がある程度合っていれば、こんな風になってしまうということで載せておきました。